海道沖に、皆さんどうもこんばんは。シューチャンネルです。今日はですね、今どこにいるかと言いましたらば、JR 東西線の大阪天満宮駅に来ています。それでですね、今、何でここに来たかと言いましたらば、以前ね、以前の会社で、働いたところで、ね、大阪からなんかギフトが届いたので、もらいに行ってきました。はい。ね、働いたところはね、生田目の方なんですけども、谷町九丁目の方ですね。うん。で行ったんですけども。今、なんでこういうかと言いますか、こういう本社があるからということなんで、取りに行ってました。で、ここから、ね、列車に乗って、京橋まで向かいたいと思います。それでは、電車まで来るまで待ちましょう。はい、2番乗り場、じゃない大阪天満宮駅に入ってきた列車は、はい、321系の区間快速木津行きです。これに乗って京橋まで向かいます。さあ早速乗り込みましょう。はい、大阪天満宮駅を発車、ね、大阪城二つ目駅まで、ね、1分ぐらいで着きますのでノーカットでご覧ください。次は大阪城二つ目、大阪城二つ目です。お出口は右側です。JR 東西線は尼崎駅から京橋駅までの路線です。全線地下線を走っています。尼崎駅から鹿島駅の間、大阪城二ツ目駅から京橋駅までの間は、地上に上がっています。それ以外は地下線を走っています。はい、大阪城二ツ目駅に到着です。この駅は島式ホーム1面2線、はい、大阪城北詰駅を発車。はい、大阪城北詰駅から京橋駅までノーカットでどうぞ。駅の手前で非常に上がります。まもなく京橋です。お出口は右側です。ドアからでお話をお待ちください。大阪環状線、京阪線、地下鉄線はお乗り換えです。この電車は区間快速木津行きです。京橋を出ますと、はい、列車は京橋駅に到着です。
ちょっとワープしましたが、大阪環状線京橋駅を発車。今乗ってる列車は223系の2500番台と、ね、225系の5000番台がくっついた普通天王寺行き。はい、またワープしましたが、はい、大阪城公園駅から森の宮駅まで、これノーカットでご覧ください。横に見えているのは森の宮車庫です。大阪環状線の車両や大和路線の車両を、ね、留置する、車庫になっています。この辺りは、ね、森の宮駅から大阪城公園駅までは、ね、地上区間です。そして森の宮駅に着く手前で高架に上がります。止まっているのは223系0番台関空奇襲時快速です。はい、ワープをしました。玉造駅から鶴橋駅の全面電報をノーカットでご覧ください。私ね、この玉造駅から鶴橋駅までのこの S 字カーブですね、これが大好きですね。私この区間が大阪環状線の中で一番好きですね。大阪環状線はね、名前の通り大阪の都心をぐるぐる一周している鉄道路線です。しかしこの今乗っている、普通列車天王寺行きというのはね、関西空港和歌山の方からやってくる列車です。はい、列車は鶴橋駅に到着です。ごめんなさい、ちょっと。はい、この列車は223系2500番台と225系5000番台がくっついた、ね、普通列車天王寺行き、ね、鶴橋駅見送りましょう。関空奇襲時快速として関西空港と和歌山からやってきた普通列車天王寺行き、座席は転換クロスを採用しています。はい、到着しました。今来ているところで食べるのがですね、JR 大阪環状線乗りで乗って鶴橋まで来ました。ということで今から、帰ろうと思います。今日はね、名張行ったらまたね、話したいと思います。ではまた、お二人にお会いしましょう。さよなら。